どうも、ペルカシの高橋達也です。皆さんお元気でしょうか？案の定ですね、エマちゃん熱を出しまして、風邪をひきまして、で、エドも、息子の方も、喉が痛いということで、まあ一応ね、恒例の、熱や喉が痛いって言ったらすぐ、漢方ねって、なんていうんですかね、簡易コロナ検査、まあ全員陰性だったんでよかったですけど、まあこの時期、本当に風邪すぐ引くので、気をつけたいですが、まあ今娘が引いて、で、娘が引くと必ず僕に移るので、気をつけたいところですが、まあどうしようもないので、まあかかったらかかったで、まあ、食べて直したいなと思います。ということで、ちょっと今日はね、娘が、まあ元気なんですけど、まだちょっとやっぱりこう、なんかまあ本調子ではないっていう感じなので、ちょっと高橋家、我が家ではね、調子が悪い時は肉を食うっていう 特に牛肉、まあもっと厳密に言えば牛ヒレ肉を食べるっていうね、直し方があるんですけど、僕もそれをするとすぐ治るんですけど、エマちゃんにもね、それをちょっとしてあげたいなと思います。でね、ちょっとあれなんですよ。で、牛ヒレがね、今日なかったので、今日はなんと、カルパッチョって、イタリアのね、この生で食べれる牛肉が売ってあるんですね。普段これはユッケにして食べるんですが、まあ子供はね、やっぱ怖いので、この肉を、なんだ、しゃぶしゃぶにして、ちょっと、ヨモちゃん食べさせてあげたいなと思います。はい。これ1パック、これ100、200グラムかな？ 200 グラムぐらいで、だいたい260円ぐらいかな。はい。なのでまあ、そんなに高くはないっていう感じですね。カルパッチョも。結構まあ、南のバーリーは結構、生魚も食べるし、生肉もよく食べるので、とても助かっております。まあでもね、ちょっとまあ、食中毒怖いので、一応まあ、火を通して、食べたいなと思います。イエイ。どうも皆様、お元気でしょうか？高橋達也です。ちょっとね、たまには、ハウトゥー動画、ハウツー動画、をちょっと載せたいなと思いまして、再生数が、の、再生数を伸ばすために、こんなことあんましたくないですけど、まあ、緩くしないと僕続かないので、あんまりこうなんか、テーマを決めてやるのが好きじゃないんですが、なんか最近ちょっとメールで質問されるのが、その本番前、結構なんかみんな入試とかね、院試とかで、切羽詰まってて、まあ、また申告の研修所のね、受験生とかもいますので、本番前に、どうやったら緊張が取れるのか、緊張が取れるのかっていうか、その横隔膜がね、よく使えるようになるのか、呼吸が吸いやすくなったり、そう、支えまでちゃんと息が降りるようになったりするにはどうしたらいいのかっていうのをね、僕はジュゼッペからちょっと教えてもらって、僕はこれを、まあ、毎回本番前、舞台袖でちょっとやってることをちょっと教えてみたいなと思います。よくなんか本番中に僕とか、そのなんか息が上がりすぎてゲップが出そうになったりとか、うっぷがなったり、なんか唾が飲み込めなくてどうしようってなったりとかするタイプなので、僕結構緊張しいなので それをちょっとなんだろう、和らげるというか、それが全く出ないようになるような、トレーニングっていうか、その本番前にするようなことがあるので、ちょっとそれをちょっと今からやりたいなと思います。いえ。ではですね、まず壁 ドアですけど、どっかなんか舞台袖とかで、こうやって、ああ、緊張して待ってるわ、どうしよう。ああ、もうすぐだと思って、こう、息が上がって、こう、硬くなるんですよ、みぞおちあたりが、ね。どうしても、この辺がこう、キューってなって、硬くなるんで、どうしよう、どうしようっていう時に、やってほしいトレーニング。まず2つあるので、ちょっとお教えします。まず、こういう壁を探してください。壁にこう、手と背中、両足、お尻、全部つけて、横隔膜だけを外に、どう言ってるか、おへそと溝落ちの間の、この
ここを思いっきり体ごと前に押してあげてください。吸って吐いて、その時に肩もこう押してあげる、こう、肩甲骨をこう肩甲骨を押してあげる。これ10回ぐらいすると、もうね、ここは少し柔らかくなるんですね。まあ、実際歌う時にはあまりここは使わないんですけど、下っ腹とかお尻とか腰ばっかり使うので、ここはそんなに使わないのでいいんですが、ここが緊張してるとどうしても息が入りづらくなって、息がどん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 上がってきて、結局喉の力だけで歌っちゃうので、これをします、本番前に。こうすれば息が上がってこなくなったり、なんだろうな、喉が閉まらなくなったり、まあちゃんと歌い方が良ければの話ですが、します。で、もう一つ、今からご紹介したいと思います。おつで、もう一つはなんか、まあ舞台袖で寝るのはあれですが、まあ控え室とかで寝てもらって、みぞおちを思いっきり押します。この状態でここに向かって息を吸ってください。これだから反発させると思いっきりこう押しながら息を吸う。で、反発させながら息を吐きます。で、空っぽになったらまた思いっきり吸うんですけど、その時にまた思いっきりここ水を通してください。というのをやります。これはジュゼッペ曰く、マックス3回まで、3回ですね。イタリアの3はこれですけど、ね、日本の3はこれです、ね。3回まで、すれば、ここの、筋肉が柔らかくというか、脱力できるので、息が思うように入るようになります。で、僕はこの緊張したとき、例えばその、なんだろうな、ジャンプインでどっかの空気量に、すぐ行かなく、練習せずいきなり行ってこう緊張、練習しないとやっぱり、ね、緊張しちゃうので、緊張してうまく歌えないかどうしようか、大丈夫かなっていう時に、不安になった時は必ずこれをやって、本番に向かいます。まあ毎回かな、毎回公演があるたびに、舞台袖ではこれをやって、控え室では出る前にこれをやって、行きます。はい、女性の方はね、ドレスとかがあるんで、あんまり着る前に、衣装を着る前にやってもらった方が多分いいと思う。男性もね、やっぱタキシードとか塩ビとか着たまんまやるとちょっとあれなんで、下着姿とかの時にやるのが一番いいかなと思います。でもマックス3回まで。で、この壁についてこうお客を出すのは10回までです。それ以上やると逆に硬くなるので、あんまりしすぎないのがポイントです。というわけでいかがだったでしょうか。なんだろう、ワンじゃん、ワンのアルマの、というわけでね、うーんじゃないよアルマちゃん、うーんじゃないの。まあこういう感じで、本番前はね、どうしてもみんな緊張するし、普段通りの力が出せずにこうね、崩壊する方もいますし、僕もね、学部3年の試験でアモルティベータって、フェドーラのアモルティベータを歌ったんですけど、見事に、息が上がって途中でゲップが出てしまい、ちょっとなんかゲップじゃないか、うって上がってしまってね、それが結構トラウマになってた時期があるので、これをやれば見事解消できたので、ものすごくおすすめできると思います。
もしなんかそのね、本番中に息が上がって怖い思いをしてる人がいたら、ぜひこれをやっても成功体験っていうか、一回その息上がらずに歌えれば結構その感覚が残るので、いい経験をして、どんどん、本番が楽しくなるように、活用していただけたらなと、思います。はい。ほんとね、みんなが歌がね、うまくなってくれば僕は嬉しいので、ほんと、合うんじゃないよ。お前もかい。ぜひやってみてください。はい。というわけで、この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また発声のことがね、わかんないとか、悪音出ません、高い音出ませんとか、低い音出ませんとか、レパートリーわかりませんとか、いましたら、僕とバーリーペトルツェリー歌劇場のね、キャスティングマネージャーの嫁が、お助けしますので、メールで、どしどし、ガンガン送っていただいて結構ですので、お願いします。はい。というわけで、高橋達也でした。皆さんもね、ちょっと季節の変わり目、ちょっと風邪ひきやすいので、肉、野菜、バランスよく食べて、風邪ひきなどひかないようにしましょう。はい。というわけで、高橋達也でした。チャオチャオ。